サオリンさん、トイレを掃除させてくださいね。ただね、タオリン少ししかしないね。ご飯を食べてる量が少ないからね。もうちょっと食べた方がいいかもしれませんね。そう、トイレの掃除の時はいつもここに。カオリンダイエット中？怒った。反応がそれぞれ、はい、これが 100% 目に取るか。そしてこれは 50%。
そしてこれは 0% 面白い。はい、じゃあ 100% ね。エビ天ジャラシが 100% ってどういうこと？この距離感にあるんでしょうかね。40センチ、30センチ、0センチ。じゃあね、これをやりながら背中は 50%。 やっぱりこれかな。これで少しずつパーセンテージ上げていきましょうか。ブラッシングしたいね。結構毛が飛んでるね、君ね。外にも興味が湧いてきてるね。さあ、なでなでぐらいはできるようにならないと外には出られないよ。頑張ろうね。遊ぶの珍しい。ちょっと運動しようか。
ケージがこんな使われ方になってますね。ふんちゃん気持ちよさそう。はい、あなたは大きいケージ独り占めで本当はいい待遇なんですよ。そして何この足だけ出てる人、はい、いた。ねえねえねえ、足出てるよ。ジェン君、ひょっとしてタワーとして使ってますか、君たち。次にあんだす。もうあんずちゃんがケージとして使ってくれないのでね、考えましょう。はい、ジャン君はまずお薬です。明日までかな、お薬は。うん、明日はい、ご飯の前に必ずシャワーを言う人誰？カリー、カリーちゃんご飯ですよ。そこで食べるんですか？上まで上がりなさい。お水を取り替えていいですか？リアルとかなかった。よいしょ、あれ、あれ、よいしょ。さあ、よし、ちょっと開けたいって言うやろ、うん、